こんにちは、こんばんは、おはようございます。ミツでーす。第4回目になりますかね。キングダムハーツリ・チェイン・オブ・メモリーズの実況をやっていきたいと思います。お願いします。前回ですね、どこやったかというとですね、オリンパス・コロシアムをやっていきました。で、ヘラクレスとクラウドと競争をやっていたんですが、ハデスが乱入をしてきて、無事なんとか、ハデスを、おりゃーと。倒すことができました。まあボコボコでしたけどねで今回はその続きをやっていきます。早く王様に会いたいんだ。何があってもこの気持ちは絶対に忘れないよ。そうだね。あ、ごめん、グーフィー切っちゃった。王様とリクは一緒にいると思うんだ。あ、それだけか。じゃあ先に進んでいきましょう。行きましょうしょう。お、ずいぶん空が気になるみたいね。お前はどうなんだ、ラクシーヌ。出たどうかな。あんたが気にしてる理由の方が気になるわね。あいつは一度ハートレスになった。ハートレス化した人間は知能も意志もなくして闇に支配されるわ。だがあいつは違った。ハートレスになっても自分の意志をなくさなかった。そんな奴はあいつの他にたった一人しかいない。心の力か。キーブレードに選ばれたあいつの心に興味があるんだ。心の謎を解き明かせ。それが機関の使命だろ。さあ、いろいろ出てますが、ね、何も忘れてないよね。大丈夫だよ、うん、何か忘れたかな。忘れたものあるかな。一昨日何食ったかな。食さないってことはやっぱり忘れたのかもしれないね。さらっと恐ろしいこと言うな。うん、心配だよな。でも忘れちゃうくらいだからそんなに大事なことじゃないんだよ、きっと。うん、本当に大事なら消えたりしないよなあ。ほら、お守り。カイリから預かったお守りありましたね。大切なものだから必ず返すって約束したんだ。あの約束は絶対に忘れない。だから約束の相手も忘れない。久々の登場ですね、帰り。え？ああ。今の誰だ？どうしたの？ぼんやりして。ごめん、なんでもない。それじゃあ行こうか。いろいろと複雑になってきましたね。まずはアクセル以外にラクシーヌという仲間がいたんですね。ちょっと一旦セーブします。ラクシーヌがいいキャラしてんだよな。カイリからもらったお守りをなくしちゃダメだよ。なくしませんよ。リクを見つけて帰ったら、帰りはきっと喜ぶよ。そうだな、帰りましょう。さあ、ついに4階になりますね。どんどん登っていきましょう。残すカードは3つですね。ワンダーランドと、ハロウィンタウンと、モンストロですね。どれも1に出てきたワールドですね。ワンダーランド行きましょう。確か1で最初にやったのがこのワンダーランドだったよな。大変大変ってね、裁判が始まっちゃうって言って いましたけど、ウサギが。結局あのウサギの名前は何なんだ。またチシャ猫が出てくるのかな。お、誰か来るね。誰だ。あ、やっぱウサギだ。
大変大変、遅刻遅刻、あの方きっとお待ちかね、急いで行かなきゃ叱られる、もし裁判に遅れたら今度はわしの首が飛ぶ。首？なんだそれ。歩いてたんじゃ間に合わない。とって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 行っちゃった。首って言ってたよな。景色はのどかだけど物騒なことになってるみたいだね。始まりのキーカードいきなり手に入れちゃいましたね。いつも通りかさあこのワンダーランドをやっていきましょう。まあここのフィールドもまた面白いことになってんだよな。ほう、こんな感じか。じゃあとりあえずは行けるところまで一気にやっちゃいたいと思います。そこまでカットします。さていつも通りですね、できるところは全部やっておきました。でここ一回開けてたんですけど、ちょっとカードがですねあまりにも少ないと思ったんで、もう一回潜りルームを作り直して、買い物をしていました。さてじゃあやっていきましょう。8以上か、マッシュルームあるかな、ぴったり。行きましょう。またハートの女王とね、アリス出てくるんですかね。お、早速ですね空たちが通るのは気にしねえんだなあいつら。ここまではワンと同じですね。みんな集まって何をしてるんだろう。あ、白ウサギが言ってた裁判じゃないかな。あ、ワンの時とは違う。被告人アリス、なぜ裁判にかけられたのか分かっているな。分かりません、私悪いことなんてしてません。トン意外に柔らかい音だったな。シラを切るつもりかい。お前の罪はこの国を脅かすハートレスに協力したことだよ。待って、そんな証拠はどこにあるの。うう、証拠は思い出せない。それが証拠だ。つまりアリス、お前は私の記憶を盗んだのだ。賢い女王様の記憶が盗まれたせいでハートレスを退治できません。アリスの責任は重大です。そんなのってないわ。女王だかなんだか知らないけど、物忘れを私のせいにしないで。なんと、このハートの女王を侮辱するか。私の記憶を素直に交わせば許してやろうと思っていたが、なんと身勝手な。そっちだ身勝手なのは。勝手なのはどっちだ。ソラ？判決を言い渡す。被告人アリスは死刑。いい顔してるな。いい顔してる。待てよ。こんな裁判むちゃくちゃだ。アリスが犯人って決めつける前にもっとちゃんと調べろよな。どういうことだ。私の記憶を盗んだ真犯人がアリスではないというのか。そうか、お前は誰が真犯人か知っているのだな。え、それはもし言えないなら判決通りアリスは死刑だ。さあ真犯人は誰だ、答えるがいい。それはワンではここであれですよね、証拠を見つけるんですよね。俺が犯人だ。なんだって。あ、いや、そうなの。そうじゃないけど、こう言うしかないだろう。むちゃくちゃだよそら。お前たち、この者どもをひっ捕らえろ。来た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 、いきなり戦闘ですね。行きましょう。まトランプ兵ならなんとかなんだろう。行きましょう。はいはいやー、はい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 、ちょっとデッキもね編集したんで少しは強くなってるとは思うんですけどね。まだいいのか。あ、マジか、7を持ってたか。よいしょ、
ほい。だいぶ数も増えてきましたしね。いい加減ね、キングダムチェーンじゃな。回復した。誰が攻撃してくるか分かんねえんだよな。でもねえ、ワンとかに比べると誰が攻撃するのかっていうのが、よいしょよいしょ、もっちょ、はい、ねえ決まってるから一人しか攻撃してこないんですよね。同時に襲いかかってくるってことがないんで、まだ楽ですよね。頼んだグーフィー、いけ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 、あとはそいつ、うわ短い、なんと意外と数がいるな。終わり。結構強かったですね、トランプ兵のくせに。ハートの女王見てるし、にっこりそら。トランプ兵にっこり。ストック技を覚えないから、どっちだっけな、エチだったかな確か。もうレベル20か、早えな。普通なのかな、わかんないけど。ふぅ。わっ、アリスは逃げ出したみたいだね。でもお前たちは逃がさないよ。逃げろ、ダッシュ。導きのキーカード。さあ今回はちょっと話が違いますね。ソラたちが犯人だと。まあ実況で一回ね、あのソラたちは犯人にしましたけど。これだな、こっち行って、ここかな、うん、これだな。1以上か。じゃあこれでいいや。もうどんだけこのマッシュルーム嫌なんだっていう。あ、いた、アリス。大騒ぎになっちゃったけど、とにかく無事でよかったよ。ねえ、念のために聞いていい？さっき俺が犯人だって言ってたけど。まさか、女王の記憶なんか盗まないよ。ソラがああ言ったのはアリスを助け、かっこつけようとしたんだよ。そうだったの？でも助けてくれたことに変わりないわ。ありがとう、ソラ。うー、出た、自社猫カッポ。アンパンマンか。自社猫だわ。スタコラ逃げて安心かい？だけど早いよ、一安心には。なんだなんだ、とってもしつこいハートの女王、忘れた記憶が戻らぬうちは君らの顔も忘れはしない。女王の記憶を取り戻さないと、君らは疑われたままでずーっと追いかけ回される。覚えてるから忘れた？忘れたことを覚えてる？どっちでもいいけどね。とか言われてもな、あんな女王ほっといてもいいんじゃないか。でもソラ、私たちはよくてもアリスはどうなる？もし彼女がまた女王に捕まったら。女王をなんとかするしかないってことか。なんとかしないといけないけれど、何にもしなくてもいいこと、いいとも言える。はあ？思い出せない記憶なら、なかったことと同じこと。なかったことは思い出せない。無理やり思い出そうとすれば、いつしか嘘にすり替わる。嘘？ちちゃ猫のヒントはここまで。あとは自分で考える。おーい。相変わらず
ね、よくわかりませんが、真実へのキーカード。では、そっちの方に行きましょう。さあ、到着しましたと。よし、黒。あとは、どの部屋にしようかな。スタンプラスか。どうしようかな。魔法いらねえか。はい。行きましょう。ハートの女王と戦えるんですかね。まあ、多分それはないと思いますけど。まあ多分ワンで出てきたあいつがもう一回出てくるんでしょう。やっぱりこの部屋だからな。お、ドアノブもいる。あれ？なんだろう？急に雰囲気が変わったね。調べてみましょう。アリスって意外にちっちゃいんだな。キャー。おお。私から逃げられると思ったのかい？しまった。さあお前たち、私の記憶を盗んだ罪を償って、償って、ん？どうした？怖っ。償って、ん？おや？なんだ、私はどうしてこんなところにいるのだ？また記憶が取られた。あれ？私は一体何をしてるのだ？わからん。どうなってるんだ？もしかしてまた記憶を盗まれたんじゃない？気をつけて、何か来るわ。よくわかったね。いたー。ハートの女王どこ行ったんだ？またこいつですね。やっていきましょう。また机とか椅子とかあんのかな。机じゃねえか、テーブルか。あれは、あ、やっぱあるんだ。戦い方同じだな。こいつが女王の記憶を盗んだのか。そんな能力いつの間にこいつ身につけたんだ。くそ、結構強いな、持ってる感が強い。なるほど。ちょ待って、登らせてえな。あ、強い。強い、持ってるカードが強かった。間違えた。これ、待って、やべ、無駄にストップしちゃったよ。よく空あんなとこ、よくあんなとこまでジャンプできんな。強いなこいつ。届かないよ。届かないよ、そら。何や、効くのかこいつ。その前にですね、なんか俺ミッキーの持ってたな。あ、なるほど、フィールドマップ関係だな。ちょっと待って、登れないんで。とりあえず、おお、いたいたいた、ちょい、いや、なんだよもう。よいしょ、よいしょ、オッケー。これで一気に攻めないと。ちょっと待って、もう一回かな。必ずこのアクションが下手だ。お、ん、届かない。よいしょ、いてててて、あれ、この野郎。よいしょ、よし、こいつは難なく倒せそうだな。なんとなくですが。
そこまで強くない。持ってるカードは確かに強いけど。よし、ちょっと待って、登れない登れない。ほい、あいつ出てて、ラスト届け、あれミスった。ちょっと待って、ほらラスト、うい、終わり。さあ、またやってきましたよ、このお時間が。はい、にっこり空。トリックマスター。はい、にっこり。にっこり空、いいな。おい、お前たち。これはどういうことなのだ？あのハートレスは一体何だったのだ？どういうことって言われてもな。答えられないというのか？さては何か企んでいるな。怪しい連中だ。直ちにヒットライオ。お、こっち見た。待ってください、女王様。ソラと私は女王様の命令でハートレスを退治したんです。え？用心深い女王様が私たちを疑うのは当然です。だから私たちは疑いを晴らすために戦ったんです。そうよね、ソラ。ああ、そうそう。そうだった、じゃなくて、そうです、女王様。私が命令したのか？まさか、賢い女王様が覚えていないんですか？何を言う、私が忘れるはずがない。もちろん、私が命令したのだ。アリス、ソラ、よくやった。アホや。こんなのが女王でいいのか？ふぅ、うまくいったわ。頭いいな。こんな方法でなんとかなるとは思わなかったよ。ほら、チタネコが言っていたわ。無理やり思い出そうとすればいつしか嘘にすり替わるって。ハードの女王は忘れたことを認めたくないばかりに無理やり思い出そうとして、自分が生み出した嘘の記憶に自分で騙されちゃったのよ。どうしたの？ん、なんでもない。とにかく、これで心配はなくなったかな。もう女王も僕たちは追いかけたりしないよね。なんだって僕たちは女王の命令でハートレスをやっつけたんだもんね。お前も騙されてる。グーフィーまで騙されてどうするの。さあ、先に進んでいきましょうか。こういうとこでね、稼げるとこは稼いでいきましょう。まあ今回のボスはそこまで強くなかったかなという感じですね。まあ前に一回戦ってるしな、ワンの時に。あとこれは何もないと。一応全部やったよな。 OK、 行きましょう。いかに長いな。よいしょ。さて、進んでいきましょうか。いいですね、サクサクいきますね。さっき思い出したのって誰だったんだろう。カイリーじゃなくてもう一人いた。あれは、あの子は確か…そら！うわっ！ふぅ！おや、王様は待ってるよ。うん、思い出そうとしてたのに。せっかく思い出しかけてたのに。誰なんでしょうね、あの金髪の女の子は。さて、
もう4回ですね。まあ、4回って言ってももう4回も終わるんだけどな。次5回ですけど。さて、今回はここまでにしておきましょう。もう毎回このお決まりの、画面ですが、ツイッターとブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。さて、そろそろ編集しないとな。相変わらずもうため撮りしてるからな。今回はここまでにしておきます。では、次回ですね、またワールド、残りはあとどこだっけ、モンストロとハロウィンタウンか。次回はそのどちらかをやっていきたいと思います。では次回の実況でまたお会いしましょう。バイバイ。